こんにちは、つぬプリン将軍イムニダということでね、本日は以前からかなりねリクエストをいただいてたんですけれども、将軍のねお部屋が見たいというねコメントとか、DM とか、いっぱいいただいてまして、結構ねその住所が特定されたりとかね、まあいろんな不安要素が、まああったんで、今まではねちょっとやってこなかったんですが、まあ今回ね、まあここ映しても大丈夫だろうっていう、まああの部屋がね何部屋かあって、ここの部屋とかだったら大丈夫かなーって思う部屋をねちょっとね紹介していこうと、思うにだということで、早速将軍のルームツアースタートにだ。まあね、玄関をね紹介するにだ、もうちょっとねこんな感じで、神棚がね玄関には置かれてるんだね。この真ん中にはね、ちょっと地元平壌のね神様がね祀ってあるにだね。うん。で、こっち側には、これは前ね、芸能の神社でね、プリン将軍ってことで、ちょっと芸能のね祈願をしていた時にね、いただいたお札にだね。あとこれがね、昔将軍がね飼ってた、ジャンガリアンハムスターのねコモモちゃんっていう子が、いたんだけれども、まあ、ちょっとその子ね4年生きたんだけどね、ちょっとその子が亡くなっちゃった時にね、お葬式して、今でもねこういう感じでちょっとコモモちゃんもね神棚にねいてもらってるんだね。靴がね結構スニーカー好きだったね時期があるんで、まあ、ちょっとこんな感じでね、スニーカーの方もね、いっぱいあったりするんだね。はい、これが玄関でーす。はい、ということで続いてのお部屋はこちら。だーん、アキエちゃんの部屋にだということでね、このウサギちゃんは、アベちゃんのね、給付金でね、お迎えした、アキエちゃんにだね。まあ、だいたい飼って2ヶ月ちょっとぐらいかな。うちに来て2ヶ月ちょっとにだね。うん。で、ここがアキエちゃんのお部屋になるにだね。まあ、こういう感じで、お掃除しやすいようにね、ゴミ箱があったりとか、あとペットシーツあったりとか、牧草があったりとか、この中ね、アキエちゃんのお菓子が入ってたりとか、ここの前にあるのはね、これね、アキエちゃんのね、これ毎日の食事のやつ。これをね、全部こう組み合わせて、うん、あげてるにだね。で、一番ね、高いのがね、これにだよ。これ。プロポリス。俺すら飲んでないわ、これ。ね、プロポリスね、あの、ハチさんがね、集めたプロポリスなんだけどね。うん、これがすごくいいらしくて。これ30cc で5000円するんだけど、そうそうそう。まあ、こういうのちょっとね、与えたりしてるんだね。はい。ってことでね、結構広々と。でね、上の方もね、脱出できないように、なってるんでね、もう、かなり、アキエちゃんがこう広々とね、遊べるような感じにね、なってるんだ。あと、将軍のね、ポスターがあるにだ。はい。ということでね、こちら、アキエちゃんのお部屋でした。はい。ということでね、次は撮影部屋を紹介していこうと思うにだ。入り口こんな感じでね、ちまちょごりが飾ってあるんだね。で、入ると、ちょっと暗い状態だとこんな感じにだね。こんな感じで。これ冷蔵庫ね、モンスターとかが入ってるやつで、あと黒電話とか、で、ちょっと電気つけようかな。はい。これがね、グリーンバックの背景にだね。で、こっちがまず、これが MacBook Air かな。であって、テーブルがあって、これ MacBook Pro にだね。で、これ iPad Pro。で、これネタ帳だね、ネタ帳。で、こっちはスケジュール管理で使ってるんだね、普段。で、スイッチが3つに一応ストックがあるんだね。あと、メガネと、あとはミニジョーンね。あとは遊戯王のデッキがあったりとか、お笑いのネタでね、フリップ使うときに、こういうね、ペン使ったりとか、あとは、こっち側は、あ、これ、サングラスとか、時計とかだね。あ、普段アップルウォッチ使ってるから、ここら辺あんま使わないんだけど。あと、蝶ネクタイとかね。芸人なんで、一応ね、あったりとか、あとは、あ、これね、ファンの喜び組の方からね、いただいた、うちわだったりとかね。あとは、マイメロちゃんとね、ポンポンプリンくんがいたりとか、まあ、カバンとかだね。あとこれ、デュエルディスクね。あとね、キャップ。そう、クロムハーツがね、昔めっちゃ好きで、そう、集めてたんだよね。三つともクロムのね、カバンにだね。そしたら行くと、あ、これはアベマ TV 関係だね。これ北朝鮮の、勲章。あと北朝鮮のタバコ。タバコは吸わないんだけどね。あと北朝鮮のお札ね。
北朝鮮ウォン、あとオリジナルのシャンパンとか、あとはオリジナルグッズだね。あと韓国と北朝鮮の兵士の、フィギュアとか、あとは、オリジナルのお札あとね、これはキーケースかな、普段使ってるクロムハーツ。はい、で下の方行くと、まあ、クロムだね、結構クロムが多いんだよね。まあもうピアスとかネックレスとか全然使ってないけどね、うん、メガネとか、あとこれ名刺ケースとかね、あとはなんか昔使ったビビアンのね、超でっかいネックレスとか、これめちゃくちゃでかいよ、ほら超でかいジャイアントオーブとか、あとクロムの財布とかね、あとクロムのカバンとか、あとこれ MCM かのクラッチとか、あと MCM のクラッチとかね、うん、あとはとかね、あとここがね、あのそう遊戯王ね、結構あのモンスタージョンソンとかとやってるニーダで、そう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 、結構ね好きで、まあ、高いカードないんだけどね全然、まあ、こんな感じでちょっとね飾ってたりとかしてるニーダね。あとこれあのヒカルさんのね、あの有楽町ヒカル店に行った時のやつね、あの店長がサインもらったやつとか、うん、こんな感じで飾ってます。あーで床にはこのね、テンガバーベル、テンガが8個ぐらい入ってるからね、とかね、あとはこういったねミサイルとかね、うん、等身大のパネルとかもあったりするんだね。一応ね10年ほど美容師をね、やってたんでね、まあもう最近は全く使ってないんだけれども、まあ、一応シーザーケースとかね、ハサミとか、うん、一応飾ってるんだね。で、こっち側が一応プレステとか置いてるところにだね。うん。一応ハンドル、コントローラーとかね、もあるし。あと VR とかね。いろいろね、あるんだね。で、こっち側がゲーミング PC コーナーにだね。まあ、最近はあのゲーム配信とかもね、ちょっとやってるにだでね。まあ、基本的にパソコン周りはあの レーザーでね、揃えてるんだね。ってな感じにだね。はい、ということでね、本日は将軍の家の玄関と昭恵ちゃんのお部屋、そして、将軍普段ね撮影とか配信をやってる撮影部屋を紹介していただいてみた。まあこの他にもね、ちょっとまだね、いろいろお部屋があったりとか、まあ、もちろんね寝る場所があったりとかね、トイレやらお風呂やらね、また別の部屋とかまあまあいろいろあるんですけれども、ちょっとね全部映しちゃうとね、さすがにねちょっと危ないかなと思いましたんでね、まあ今日はちょっとこのぐらいにさせていただこうかなと思うにだ。はい、というわけで、本日はね、将軍の、ルームツアー動画でした。以上、プリン将軍でした。将軍 TV マセチャンネル登録しないと少数にだよ。ご視聴カムサムにだ。